ご存知の通り、今、まさに、日本が、防衛力の抜本的な強化を本格化させている。防衛省は、8月末、2024年度防衛予算の概算要求を、過去最大の7兆7385億円とすることを決めており、これは、2023年度当初予算の6兆8219億円と比べて 13.4% も増えた。防衛費の大幅増額の背景には、中国、北朝鮮、ロシアという核を保有する3カ国からの軍事的脅威が増していることが大きい。とりわけ中国の著しい軍事拡張もあり、これに対して、日本の防衛は、どこに向かうのか、あるいは、国民の血税を費やす主要防衛事業の予算は、どれほどまでに及んでいるのか、改めて、防衛予算概算要求の主な注目点をまとめてみたので、一緒に深掘りしていきます。イージス・アショアの代替となるイージスシステム搭載艦2隻を取得するため、関連経費を含めて約4900億円が計上された。さらには、出雲・片護衛艦の出雲と加賀に、ステルス戦闘機 F-35B を搭載できるよう、軽空母化改修費423億円が計上されたほか、航空自衛隊の F-2 戦闘機の後継となる次期戦闘機開発の関連費用726億円が計上されている。防衛予算は、国防という観点から、大変重要な事業であるが、故に、桁違いの多額の公金が使われることに国民は納得しないといけない。23年末の予算編成で、正式に予算案が決まる予定だが、岸田首相が、防衛費増額の財源を示さず、衆院解散、総選挙に踏み切るとの観測も出ているくらいだ。昨今、国の財政事情が厳しさを増す中、国民から、十分な納得感を得られるよう、防衛予算の費用対効果や財源、そして、日本の国防のあり方を、国会などで、真摯に真っ向から議論してほしい。当然、予算を組む目的は、日本の防衛力を強化し、安全保障に貢献することである。イージスシステム搭載艦の取得や、出雲・片護衛艦の軽空母化改修により、海上自衛隊の防衛能力が向上し、より多様な地域の平和と安定に寄与することが期待されていることも間違いない。また、次期戦闘機の開発により、航空自衛隊の戦闘能力が強化され、国内外の脅威に対処することもできるのだ。防衛省は、2023年8月31日に公表した令和6、2024年度概算要求において、イージスシステム搭載艦2隻の取得経費として3797億円を計上しており、ある資料によると、1万トン超えの大型艦とされている。そもそも、イージスシステム搭載艦とは、近隣国の高度化する弾道ミサイルなどの脅威から日本を防護することを主眼に置く艦艇として計画された。一刻も早い収益を目標にしているため、2024年度から建造に着手し、2027年度には1番艦、2028年度には2番艦が就役する予定となっている。このイージスシステム搭載艦と従来のイージス艦を比較して何が違うというのでしょうか。防衛省の公開内容によると、混合型やアタゴ型といった従来のイージス艦は、艦隊防空、兵舎の警戒監視、海上交通の安全確保、BMD、弾道ミサイル防衛などの様々な任務を担う艦艇と位置づけている。それが故に、日本のミサイル防衛能力の強化を図るために整備し、基本的には、洋上で、長期にわたって BMD 任務につかなければならないイージスシステム搭載艦は、従来のイージス艦とは異なる役割を持つ艦艇となるのだ。2024年度概算要求では、イージスシステム搭載艦2隻分の建造費用と FMS、対外有償軍事援助技術支援、搭載装備などを合わせた取得経費3797億円に加えて、各種試験準備やテストサイトなどの運用支援設備、システム技術教育などの関連経費として約1100億円も計上されており、冒頭でも伝えたように、経費は、その合計で約4900億円となっている。すでに、今年の4月には、船体、動力、
武器などの偽装設計に関する基礎資料の作成と、一番艦の詳細設計を、17億500万円で、三菱重工との契約も済んでいる。なお、同じく、日本造船企業のジャパンマリンユナイテッド JMU とも、船体の残存性能の評価に関する設計基礎資料の作成や、一番艦の詳細設計に関して6億8200万円で契約している。ここで肝となってくるのは、アメリカのロッキード・マーチンが開発したスパイ7レーダーである。これは、陸上で運用することを前提に購入を決定したものだが、ロッキード・マーチンは、洋上に転用しても、問題なくシステムが作動すると述べており、これを船体に搭載する予定だ。イージスシステム搭載艦では、スパイ7とイージスコンバットシステム ACS を統合したシステムを構築し、日米共同で開発した弾道ミサイル対処の弾道弾迎撃ミサイル SM3 ブロック IIA を装備して、敵対国どもに対する BMD 任務を遂行する。なお、従来のイージス艦のマヤ型護衛艦と同様に、他の艦艇が追尾した対空目標を、リモートで射撃、誘導が可能となる共同光線能力 CEC も装備されることになっている。さらに、当初防衛で、相手の地上部隊を攻撃する巡航ミサイル、トマホーク、あるいは、航空機や巡航ミサイルだけでなく、中国やロシアなどが持っている極超音速滑空兵器 HGV も迎撃可能な対空ミサイル SM6 のほか、脅威圏外から相手艦艇に大被害を与える人認識地対艦誘導弾 SSM 能力向上型やドローンによる飽和攻撃に対処する高出力レーザーなども装備できるようにした。また、中国やロシアが保有する極超音速滑空兵器HGV に滑空段階で対処するため、新たに日米で共同開発するイージス艦発射型の迎撃ミサイル GPI 滑空段階迎撃用誘導弾を搭載することも検討中である。イージスシステム搭載艦の船体規模に関する詳細は機密費で明らかになっていないものの、防衛省の資料による一般公開部分では、アメリカ海軍が整備中のアーレイバーク級駆逐艦フライト III の 1.7 倍とされていることから、単純計算で基準排水量は1万1900トン程度となるということが分かっている。この数値を鑑みると、既存のイージス艦である基準排水量8200トンのマヤ型護衛艦より大きくなることは間違いないでしょう。このため、搭載する垂直発射システム VLS の数は128セルとなっており、マヤ型護衛艦の96セルと比較しても 1.3 倍増加している。防衛省は、船体を大型化したバックグラウンドとして、多様なミサイルの脅威に対して、常時持続的に対応するため、稼働率の向上をはじめ、荒天時の気象、静打ちでも影響を受けにくい対応性、艦艇乗組員の居住環境などの改善、将来装備品を搭載できる拡張性などの要素を総合的に考慮した結果と述べていた。実際に、艦艇乗組員が長期間の洋上勤務になることを想定し、快適性を向上させるため個室化を図っていく方針で、各部屋には Wi-Fi が設置される予定とも言われているが、秘密の漏洩などの不安材料がある。一方で、乗員数の精進化に対応できる設備を整えることにより、既存のイージス艦の300人から240人まで減らすことに成功できそうだ。船体には、電磁パルス攻撃 HEMP に対する電磁シールド設計を採用するとともに、ハイブリッド推進により、良好な燃費性能を発揮することができるようになる。また、トマホーク、人認識 SSM 能力向上型、高出力レーザーなどに関しては、2032年以降に搭載するとしているが、それでは遅すぎるとも指摘されているようだ。これに限らず、船体を大型化したメリットやスペースを生かし、将来の拡張性を保持することで、新たな装備品が登場しても追加で搭載できるようにしていく展開には、個人的にも期待が膨らむばかりだ。防衛省によるすでに計上された分を含めて積算すると、取得経費は1隻あたり約3950億円となっており、当初の陸上配備型イージスシステム、いわゆるイージスアショア計画とその中止から、様々な紆余曲折を経て、イージスシステム搭載艦の建造がいよいよ動き出す。